ハイスクールホログラフィー。ここが幌星高校。星高か。今日の昼さ、ピザ取らない？お、いいじゃん。ハワイアン食いたい。は？無理。無理ってなんだよ。うまいだろ？ないない。パイナップルとかありえないから。あ？うまいって。出たよバカ舌。みやびちゃんもなしだよね。パイナップル。パイナップルは嫌いじゃないけど、俺たちはちゃんと弁当を持ってきてるから。出たよ王子様。みやびに変なものを食べさせないでって。そんなこと言ってないだろ天馬。大丈夫だから。ピザのパイナップルはわからないけど、ポテトサラダにはみかん入れる方かな。それは違くない？何が違うんだよ。ねえシエン、昨日ゲーセンの裏で喧嘩してたでしょ。え？ああ、なんか前に喧嘩したやつからリベンジ吹っかけられてさ。何人くらいいたの？勝った？俺も呼んでくれたらよかったのに。ああ、昨日は4人だったかな。あんま覚えてねえけど、4人くらいじゃ立花呼ぶほどじゃないじゃん。そっか。じゃあ次喧嘩するときは呼んでね。支援が立花ちゃん呼ぶくらいの喧嘩ってどういう規模？学校一つ潰すレベルじゃん。その時はオーガも一緒にしようね。喧嘩。オーガさんって強そうだよね。喧嘩。みやび。どうかな。オーガマンはそこにいるだけで迫力あるからな。はよ。あ、いずれやっと来た。はい、アスマイズルくん遅刻留年です。うっさ。イズルさん、おはよう。遅刻するなよ。始業時間は8時半だぞ。はあ、いいじゃん別に。担任もいないんだし。ま、それでもちゃんと登校してるだけで褒めてほしいよな。だからちゃんと自習しろって。学校は勉強するところなんだぞ。だってさ、支援。だってさ、アステル。アステルって何それ。アスマテル、略してアステル。いいじゃん。ねえねえアステル。ほら、リッカちゃんまで真似し始めてんじゃん。アステルは知ってる？今日新しい先生来るって。え？なんか職員室でそんな話聞いちゃったんだよね。この時期に？半端すぎない？でも先生がいないと僕たちも困るし。別に困んないけど。どうせすぐ辞めんじゃない？支援たちがからかいすぎるからだろ。そうだそうだ。お前らもだよ。僕たちは真面目ないい子です。お前らな。まあ誰が来たって同じだろう。そうそう、俺たちは俺たちだし。はあ。でもまあ歓迎はしてやるか。何する？とりあえずピザパ。L サイズ10枚くらいおごってもらおう。じゃあハワイアンと、あとサラミと。だからハワイアンはいらないって。あとまあアンチョビと。アンチョビのやつ食べたい。俺はシーフードかな。オーガも頼もう。ああ、じゃあ俺は。おい、みんな席つけ。新しい先生じゃない？今日からこのクラスを担当する俺が夕日ロベルや。おい麦茶。おう、おおきに。それでどうだった初日のクラスの様子は？どうもこうもないわ。想像した以上にフリーダムやん、あの子ら。だから言っただろ。ああ言えばこう言うし、教室でサバゲー始めるし、静かなやつはだいたい寝てるかゲームしてんねん。もう学級崩壊の見本市か。あのクラスはまあ悪い子たちではないんだけどね、ちょっと個性が強いっていうか。まあそれはわかる。ただここを学校だと思ってないだけや。ああ、それはある。
支援なんか投稿してきても呼び出しあったらすぐ出てっちゃうし。まけどまた学校戻ってくるからなんやねんそれ。まあこっちとしては傷を見せに来てくれるだけで嬉しいよ。それはそうやな、放っておかれるよりはいいよな。そうそう、骨折なんてほっとかれた日には変なくっつき方しちゃうから。骨折？骨折なんてしたらさすがに病院行かせるけど、まあ大丈夫、支援は強いからそこまで大怪我したことないよ。ちょっとの怪我もあんま歓迎できんけどな。まあ素行の悪い子が集められたクラスだってのは聞いてたから腹にしょ。雑誌は仕込んできたけど。おいおい物騒だな。何があるかわからんからね。けどそういうベクトルじゃないやろ。そうなんだよ、あの子たち校内で喧嘩はしないしね。それもっと殺伐とした感じかと思って覚悟してきたのに、なんかみんな仲良しでほっこりしちゃったしでもそれが他の教師的には面倒らしいよ。あいつら一致団結して教師いじりに来るから。わかる。前の担任は結局胃潰瘍で休職したんやっけ。いやまあプライベートでもいろいろあったらしいけどね。そっか、とりあえずまともに授業できる気はせえへんな。お、もう高さん？まさか。だよな、店畳んでまで教師に戻ってきたんだし。畳んでへんわ、お休みしてるだけけど俺はお前とまた一緒に働けて嬉しいよ。仕事の後飲みに行けるし。今は麦茶やけどな。保健室で飲酒するわけにはいかないでしょ。いくらあらんでもそれはないか。誰が不良養護教諭だあ、まあでも教壇立つの久しぶりやったな。はい、おはようさん、授業始めんで。みんな席ついて。あー今のなし、一回戻ってアイテム取っていい？あ、じゃあ僕先行ってるから。オッケー、すぐ追いかける。はい、ゲーム機は閉まってください。あ、イズル、こっちにゲートあったわ。マジ？あ、待って待って、今行く。授業を始めますよ。ゲームは休憩時間と放課後だけです。無理無理、星校で真面目に授業やろうとしてんのは先生くらいだよ。ほうなら俺パイオニアやな。今日からみんなで授業始めてこ。まずはゲーム機をしまうところからです。嫌です。嫌ですじゃないです。ほら子供じゃないねんから。何のために学校来てんの？遊ぶため。せやな、わかる。友達と遊ぶために登校してるとこあるよな。けど授業もしたらもっと楽しいと先生は思う。友達と遊ぶっていうかロベルで遊ぶために来てるから授業は受けません。呼び捨てすな、先生と呼びなさい。先生はおもちゃじゃありません。おもちゃなんだよな。先生、テルに口でかなうわけないって。とりあえず授業を始めてください。お、天馬いつから真面目キャラになったの？なんか昔の漫画に出てくる先生、早く授業を始めてくださいっていうガリベン君じゃん。俺はずっと真面目だよ。そうだったっけ？大釜まで？先生、僕こないだの宿題やってきました。おお、みやび、どれどれ。ほな今日は名詞と動詞の違いから勉強していこうか。はい先生。するが動詞で、ダメ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 、なんてこと言うの。え、でもそういうことじゃないの？間違ってはないけど。なるほど。みやび、真面目に聞いちゃダメ。まあまあでもそういうことよ。一番簡単な英文法は主語と動詞やから、今日は第一文型から覚えていこう。あれ？なんだもう終わりか。俺に喧嘩売ってきた割には情けねえな。元はといえばお前が俺たちに。あ？ああ、学校のメンツ潰されたからお礼参りだったか。負け犬が俺にやり返そうなんざ100万年早え。むしろ俺にぶちのめされたことを誇りに思いな。くそ、影長支援。おーおーおー、いいじゃん。
お前らに地面を舐めさせた男の名前をそうやって胸に刻んどくんだな。くっ、シエン。ああ、んだよ、何しに来た。いや、お前が喧嘩に呼び出されたって聞いて。それで指導しに来たって。いや、お前この人数を一人でやりやったんか。まあな。1,2,3,4,5人も。お前喧嘩最強ってほんまやったんやな。星高の影長支援といえば泣く子も笑う喧嘩番長だからな。泣く子も黙るやろ、笑わせてどないすんねん。けど今は授業中でしょ。地面で転がってる子たちもやで、授業中に呼び出さんといって。まあ放課後なら喧嘩してもいいってわけでもないけどな。ち、結局説教かよ。当たり前や、今日サボった分はミニテストと補習受けさせんで。誰が受けるか、バーカ。なんか泣いた。お前怪我しとるんか。せやな、こんなん怪我じゃねえ。あかん、学校戻って保健室で見てもらうで。いちいちうるせえな、ちょっと構ってやったくらいで担任面か。いいやつぶってんじゃねえよ。お前もこいつらみたいにぶちのめされてえのか。おお、それは嫌やな。なら引っ込んでろ。支援、お前教師に暴力振るったことはないんやろ。授業には参加しないし、教師のことはからかうし、めんどくさいやつだって話は聞くけど、お前に殴られたって話は聞かんかった。分かったような口聞いてんじゃねえ。そんなんで理解ある大人のふりか。そんなんちゃう、ただお前のことをもっと知ろうと思って。どうせお前らなんか口だけだ、殴る価値もねえ。青春ごっこしたけよそ行けよ、俺らに首突っ込んでくるんじゃねえ。そうはいかん、俺はお前の担任や。お前に首突っ込まないでどこに突っ込むねん。いいやつのふりしてんじゃねえっつってんだよ。誰もいいやつのふりなんてしてへん。俺がいいやつのふりするんやったら、まずはここに転がってる子らの手当てもせなあかん。俺は担任やから支援の怪我を心配してんねん。他の子はまあ自分の学校で見てもらったらええ。な、全然いい気をしちゃうやろ。変なやつ。